ドゥドゥンドゥンドゥン、おしゃべりおしゃべりアマゾンス。はー、どうもー。さあ今日はですね、名古屋に来ております。はい、今日富士山見えなかった。あ、見えなかった、うん、雲にすっかり。あ、そっか、はい、せっかくこっち側だったのに。そっか、それは残念でした、はい。今日でも東京はいい天気でしたね。そう、天気はいいんですよ、うん、なんですけど雲がすごい下にあって、うん、で富士山の上におかぶさってました、うん、あんだわ、それは残念。残念ね、うん、あれまだ何度見てもね、嬉しくなるものですよ。なんでしょうね、やっぱパワーがあるんでしょうね。そうね、ね、爆睡でした私は。爆睡してましたね。くみちゃんすごい寝てます。すごい爆睡してました。くみちゃん東京から乗って、私とゆうこは今日新横浜から乗ったんですけど、はい、おはようって言おうと思ったらもうおは、あ、寝てるわみたいな熟睡ですね、うん、ちょっと早く寝ちゃいましたね、はい、ということで、名古屋のゼップに来ております、うん、ね、今日も大変盛り上がりまして、ね、すごいね、もう座長がね、うん、一体感があっていい、いいって。一体感があった理由があるんじゃない。これね、これね、ペンライト、電気、電気でももうペンじゃないよね、形としてはね。なんていうあれなんていうんですか、正しくはなんていうんですか皆さん。ライト、ペン、ペンは昔なんかね、そうだけど、そう、こういう細いね、こういうの。じゃあライトじゃん、ライトだね、ライトなんかあるような気がするな。なんかあるでしょうねきっと。 ねでもほら分かんないからライトにして、うん、電気で、ね、電気ね、うん、そう、色の変わる電気そう、うん、そこにこうね、あれ高中って書いてある。うん、そうですね、おそらく去年の座長のあれはあれでしたよね。去年は棒だった。棒、うん、あれもちょっと工事整理ができそうだね。そう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 
よ、はい、でもやっぱりあれ千恵美さんとかもゆうちゃんとかも ね、 そうですね、みんなあれ使ってね、そう、アマゾンズ欲しいな、もう親衛隊も作りたいし、そうね、親衛隊もう何でもああいうのね、あの真似していきましょう、これも作って、で、そうそう、ね、電気も作ってね、でいいところのね、はい、アマゾンズでやっていきたいと思います、はい、ですね、うん、そう、まあ、今日ねあのコキーって呼ばれてましたね、コキーって呼ばれてました、ね、なんかちょっと可愛いね、うん、コキー、コキー今年高中座長は70歳を迎えましてですね、はい、おめでとうございます、ウルトラセブンティー、ね、すごいね本当に、うん、いやでも本当あの後ろからね演奏している姿を見るととてもそんなコキー70歳には見えません、うんうん、なんか今ほら、うん、こうあれじゃないですか、みんなさ、うん、見た目よりもマイナス10ぐらいじゃないですか、うん、そうですね、昔のね印象、私たちのイメージ、マイナス、うん、マイナス16、本当ですか、マイナス16 みんなマイナス16、マイナス16歳ぐらいに見えるってことですよ、そういうことです、自分の年から引いてね引いてね、今日はですね、はい、まあ、あのツアーも、かなりね、うん、中盤を超え、そうですね、うん、早いね早いね、うん、なのでね、あの非常にコンサートも盛り上がりましたということで、名古屋にはもう本当にもう何度来たか分かりませんけれども、いろんなアーティストの方でもね、長いツアーはね必ず名古屋があるので、うん、あの来るんですけれども、うん、で昔は名古屋も泊まってたんです、本当よ、泊まってた、ね、うん、昔はさ本当全部泊まってたじゃん、そう、うん、だからだけど今はね、うん、下手したら北海道も返されますからねそうなの、うん、ね、でこう泊まるとね、やっぱりその夜とか次の日の朝とか、うん、美味しいものをいただけるんですよ、うん、ね、名古屋の美味しいものこれいっぱいあるんですね、名古屋ってでも本当だね、美味しいものいっぱいてか有名なもの、うん、いっぱいあるよね、うんうん、あなた何がベストワン、ベストワン、うん、ワンですか、うん、やっぱりうなぎかな、うん、なんか、うん、あの昔その昔ほらユーミンのツアーの時にさ、うん、居場所っていうんだっけ、はい、ユーミンの時ね、ユーミンの時にさ連れてってもらってさ、うん、なんかお茶漬けにするなんて、あーでも美味しいのよ、そうだからそのうなぎをお茶漬けにするっていうのがないから、うん、何それみたいな、そう
感じでしたけど、ね、ひつまぶしって言ってね、はい、おひつに ねご飯が入ってて、うん、そこにうなぎが乗っかってて、はい、でそれをこうお茶碗についで食べるんですけど、うん、食べ方いろいろありますね。3杯分ぐらいあるんだよね、うん、はい、で1杯目はそのまま、うん、2杯目はお茶漬けじゃなくて2杯目は、まあ、好き好きですけどね、うん、あの順番は、あの私あのね、あのわさびがちょっとこうつけて、うんうん、あの食べるの好きですね。そうですね、はい、美味しい。私最近ちょっと好きなところがあるんですよ、うん、名古屋城の近所にあるんですけど、うん、キヤっていうね、キヤ、うん、うん、多分100年ぐらい続いてるところらしいけど、うん、すごく美味しい。名古屋の皆さん知ってるかな。名古屋の皆さん知ってるんじゃないですか。でもね、今回だからそこにね行こうよなんて言ってたのに残念なことに今日が日曜日でお休みなんですって。連れてきたかったんですよね。そうなんですよね。ふみちゃんベストワンは何ですか。やっぱり 今言っちゃううなぎだけど、でも私ね天むす大好きです、うん、実は、はい、天むすというのは実は天むす大好きです、はい、東京でもよく買います。そう、へえー、そうなんだ、うんうん、売ってる。どういう形をしてるかというと、ちっちゃいこのおにぎりの中にね、うん、これぐらいの、まあ、海苔がこくるんですけど、その中にエビ、そうエビ天が入ってるんですよ、うん、でちょっとなんか、うん、そこについているあれが好き。あれね、キャラ向きね。キャラ向きね、うんうん、あれがやっぱいいポイントですね。そうだからさ、天むすにキャラ向き、うん、あの牛タンにあれね、唐辛子、あれは何て言うんでしょうね、唐辛子の唐辛子味噌じゃない、唐辛子味噌っていうの、うん、なんか味噌だよね。やっぱ絶対ないとダメよね。そうです。でも初めてそれこそ天むす見た時もちょっとびっくりじゃなかった、うん、え、こんなかわいちっちゃくてかわいくて中にエビが入ってて、それちょっとさ、何のコショウみたいな、うん、ね、ちょっとスパイシーな感じがするじゃないですか、うんうん、なんて美味しいんだろうと思って。本当、おにぎりだったら梅だよね。だって今でこそね、いろんなおにぎりがあるけれども、ね、あの頃はもうおにぎりつったら梅とかとか昆布とかしかしとかね、そんなの天ぷらが入ってる、まあ、いわゆるその発祥じゃないですか。いろんなのをこう具にしていいみたいな。あ、なるほどね。これがなんかこうちょっとね、始まりのような気もするよね。名古屋はね、うん、そういうなんか開拓の、はい、地なんですかね。パイオニアなんですかね。あ、でもそうかもね、うん、だってそのうなぎにしてもそうだし、うん、独特じゃん。独特よ。私はね、まあ、あのいろんな美味しいものありますけど、うん、手羽先、手羽先 ね、まあ、最近トントン食べる機会 ね止まらないからね。そう、うん、あれはお店に行ってね、山ちゃんだっけ、何ちゃんだっ ちゃんでも山ちゃんだったかもしれない ね、うん、に行って手羽先、これぐらいのね、こう手羽先なんですよ、うん、それがこう揚げてあって、でそこに、ちょっとスパイスがねかかってて、それが独特の美味しさを、ね、醸し出して、あれもちょっと胡椒っぽくないですか。そうそうそう、ごまと ね、うん、でこう口に入れてね、うまいこと上手に食べるとつん、そうこっちを一回剥くんですよね、うん、一回骨を取ってつる、うんってやるとね、知らないで食べてて教えてもらったね。そう、最初はね、なんかこう一生懸命なんかこうなんかあっちからかじってみたり、いろんなことしてたら、あんな簡単に食べて、すごい大きなお皿にボワーってくるんだけど、もうやっと今いなくなっちゃうから ね。そう、食べたい。あれ最近食べてないわ、お腹すいた。なんかトコちゃんが言ってたコーヒー、コーヒーってあれじゃないの、名古屋だって言ってたよ。あそこのほら、あ、米だ、米だ、あ、米だ。だからほらそれもさ、ね、こうモーニングにコーヒー頼ん、うん、あ、コーヒーを頼んだら、うん、トーストとゆで卵がついてくるってやつ。コーヒーを頼んだらついてるか、モーニング、モーニングセットがすごい、あの、そうですね、あの豪華なんですよ名古屋は。モーニングの文化がすごくて、だからお家でご飯を、朝ご飯を食べずに、うん、喫茶店に行ってモーニングを食べる人口が非常に名古屋は多いわけですよ、うん、だからあとはどんなモーニングがある、いろんな種類はよく知らないんですけど、そうか、うん、なるほどね。だけど結構だから喫茶店のね、うん、あのマスターたちはですね、うん、あのよそにね負けないように、うん、張り切るわけだ。そう、趣向を凝らして、うん、うちのモーニングが一番になるように、うん、検討してるらしいですよ、うん、なるほどね。それもまあさすがにちょっと食べに行ったことないな、行ったことない、うん、だいたいなんて朝食食べないじゃないですか、うん、そうでした。まあ泊まった次の日はきしめんみたいなのが多かったじゃない。そう、だいたいね、あの前でもさ、きしめんも駅のホームのきしめんが多かったよね。そう、あれが美味しかった、そうだった、ね、あれは美味しい、うん、今はね、名古屋の駅も大きくなって、うん、本当にあの食べ物屋さんがいっぱい並んでてね、消し麺もないんですか。消し麺、いや、ホームにもありますけど、うん、あの駅の構内だともうちょっとこう、なんていうの、高級消し麺、
そうのお店があったりして、あの私なんか一回食べに行ったことある。なんか必ず食べに行ってなかった、あのホームのけしめる。そう、あれだからね、二日酔いの次の日にね、お酒飲んだ次の日に汁物がいい感じでね、とってもいいことか、お腹に優しくていいんです、ね、はい、確かに、ね、確かに、そうだったんですよ。まあそんな名古屋でございます、うん、もうこうやって帰らなきゃいけない日々なので、ね、非常に残念ですけれども、はい、でもね、今日も皆さんに大変盛り上がっていただいたので、いい夜になりました、はい、ね、次はどこ？小平さんです。小平さんね、はい、来週ね、小平に参りますので、皆さん楽しみにしてください、はい、今日は名古屋公演に来てくださった皆様、どうもありがとうございました。TOKIO 駅に着きましたね。新幹線の中で、はい、今日はね、座長と一緒に飲めるね、数少ない座長との打ち上げ、うん、そうの機会があるんですよ、ね、そうで、これね、新幹線で、うん、やっぱりこう公演後に、うん、あの飲むのが座長も好きみたいですね。そう、うん、でね、座長のおすすめのワインとかもスタッフの方がちゃんと用意してくださって、はい、今日はね、2ボトル、去年は1本で足んなかった、足んなかった、もう1本じゃダメだあいつら名古屋東京間、はい、名古屋東京間っていうのは何時間ですか？2時間、約2時間ですね。じゃあ、まあ、4人で、うん、ノブさんもちょっと飲んでましたけど、うん、まあでもほぼほぼ、4人で2本をいただきまし て、うん、きまして、座長は東京駅からお帰りになりました、うん、はい、寂しく帰りました、はい、そして今日もちょっとだけど、うん、酔っ払ってますちょっといやね、やっぱりこう終演後のほらお酒はさ、美味しいじゃないですか。美味しいじゃないですか。で、やっぱり座長がすごく楽しそうなので、そうついついね、ちょっとね、うん、私があの端と端だったんで、ちょっとあまり座長のお声が聞こえませんでしたが、今日はちょっと私が近い席にいたので、そうですね、今日はね、はい、隣にゆうこ、うん、ママが座って、ゆうこママ座って、あのね、通路挟んで私が座って、うん、今日はなんかあれですよね、まあ、座長とあの関係ないんですけど、うん、なんだ、あ、まあ、私真っ赤からなんだけど、大丈夫？どう？なんとか遠出赤いだけ、なんかあのね、車内販売、うん、車内販売が今月いっぱいで、うん、終了、終わってしまうというね、私たちにとってはものすごいそのちょっと衝撃なニュースでした、ね、でもさ、あ、でもコーヒー言っちゃさ、うん、そのなんていうの、もともとはレストラン豪車みたいなのもあってさ、そうよ、ああ食堂車 ね、 そうね、レストラン豪車食堂車か、食堂車ですけどね、そうだ、そこでね食べてそこでさ、そんな時代もあった、そんな時代もあったねと、なんだな、たたたたたたた、はい、終わり。あの頃だってね、携帯もなかったから、あの新幹線にはでもね、食堂車に公衆電話があるんですよ。そうでしたか。そうだっけ。だから遅刻したりした時は公衆電話にから連絡したりして、でそうすると向こう見て、私真っ赤今ね、赤いのせいだよ、ね、知ってるよ、うん、知ってるけど、そうでもちょうどいい感じじゃない、赤いね、うん、酔った感じのね、うんうん、公衆電話から遅刻しようと、それでスタッフの人からは電話がかかってくると、うん、車内に放送があって、南郷車にご乗車の吉川智子様、吉川智子様、お電話が入っておりますので食堂車までお越しください、ちょっと記憶にあるかも、それえ、それは何、ん、誰が遅刻した場合の、私が遅刻した場合だから、私は慌ててね、公衆電話から、その食堂車の公衆電話から電話するんですよ、マネージャーとか、うん、誰かに、うん、だから向こうは今度は対応を考えるわけ、うん、だからみんなはもう先に移動させて、私は一人で勝手に来いっていうのが待ってるから、みんなで移動するのかとか、いろいろ手配してもらうことになっちゃうわけですよ、うん、そういう時にね、でそういう時にまた連絡が入る時は呼び出しがあるわけ、そうやって、なるほど、そうで、吉川さんは何で呼び出されたんですか？だからすいません、ちょっと酔っ払ってます、だから私が到着後にどうしたらいいかをマネージャーの人が指示するための電話が新幹線にかかってきて、それが食堂車の電話にかかってきて、
そうすると放送があって、もう分かったんです。14号車にご乗車の吉川智子様は食堂車に電話が入っておりますのでお越しくださいって言われたら、行って、行って、吉川東部です。行って、電話に出て、行って、すみません、ごめんかけて、つって、なんか。あ、ちょっと待って。遅刻した人の、遅刻した人ね。私が遅刻した人。その、で、レギュラーで乗ってる、あれじゃなくて、イレギュラーの方のことね。何そう、そう、だから、ちょっと、あ、すみません、ちょっと酔っ払ってるのもありますか。そういう、その、電話をの対応もできたけども、今は、ないよねっていうことですよね。もう今携帯があるから別にいらないんですけど、ね、あ、そうだ。あ、携帯。ほらまた私も書か。緊急事態の時はもうそんなに大変だったって話ですよ。そうだよ ね。それぐらいしないと、うん、携帯電話がないから、うん、だから何笑ってるの。赤鬼って言って、いや赤鬼はかわいそうだなと思って笑っちゃった。いいんだけどね、うん、いいんだけど、そうですよね、うん、だから携帯っていうものができてからいろんなことにが便利になりましたよね。鉄道の歴史としてはですよ、食堂車があってなくなってし、ワゴン販売が、ワゴン販売はその当時からそれはあったとかな。いや絶対あったと思うよ。自動販売機もあったよね。あったじゃん、うん、あ、自動販売機ができたからじゃない、うん、え今あるだけどやっぱりあの車内販売のね人っていうのはやっぱりこうなんていうの、なんかこう人柄とかいろんな人がいて、私名物あの車内販売の人にね出会ったことあるんですよ。そんな人いたの？女の人で上手にこうねいろんなものを気持ちよく買わせるテクニックだったのかもしれない。大事ですよね、うん、やっぱり気持ちよく買わせる、うん、で買った方もね、気持ちよく買う、気持ちよく買う、はい、それがねやっぱり ねお金を払っていただく以上、うん、お金を払う以上、うん、やっぱりね一番大事なことですよね。そう、はい、そうですか、そう思いますね。素晴らしいテクニックだったと思います。ははは、じゃないですもうね大丈夫です。もうね眠すぎて仕方がないのですよ。大丈夫だけどちゃんと歌を歌えたからよかったのね。それはプロですから、また赤い、だから顔になって大丈夫、可愛いからワンモーキス、自分の歌ね、ミリオンキス、ベンジョね、なんでそこで自分の歌うの。だってほら可愛いって言われるとさ、アマゾンの曲で可愛いっていう曲ってあるじゃん、いっぱいチャイニーズディナーですか、食べながらですよ、うん、でもやっぱりなんかアイドル、アイドルって感じなんだけど、まあ、アイドル歌ってもいいか、いやだからさ、アイドルって感じじゃないじゃん、ね、私リオちゃんとかチヨミさんとか、ね、アイドルだもんね、やっぱね、アイドルよ、もうね、チヨミさんとかリオちゃんはもう、うん、もうずっとアイドルのままじゃないですか、うん、だけど私はアイドルから始まりましたけど、そもそも、うん、アイドルを目指していませんでしたから、ね、今からやればいいじゃん、あ、アダルトアイドル見て見て、月がなんか月ってさ、いろんな位置にいますよね。そう、だからさ、うちもさ、あのよく月とかね、星とか太陽が本当にあるんですけど、月って季節によって多分出る位置が変わるっていうと思います、うん、そうですね、おもろ月はですね、半月のだから低いとやっぱでかいじゃないですか、はい、そうですね、低いとでかい、そうね、なんかもうセットのような月が、ね、見えますか、なんだろうそれ、見えますよ、ピンクレディです。いやだ、透明人間、透明人間、あらわれる、明日はお天気じゃないのかな、天気でしょ、雲があるからな、もうほら見て真っ赤っ赤っ赤、分かった、前の車のあれですね、前の車のブレーキランプ、うん、入ってみようかな、うん、そうだよ、暗くなった、うん、黒じゃない、赤くない、うん、赤、うん、だから、ね、だから、ね、ハロウィン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 、私は最後の仮装です、してないのにさ、ね、してないのに仮装っぽく見えるっていうのは、ね、腕さんも、そろそろ降りますね、ちょっとおしゃべり、おしゃべり、アマゾンス。